そう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 
塩山。塩山。おばあさんパンツのカバーになっていた。あるな。そう。うん。もうこれだけでいいでしょ。十分でしょ。ね。まあ、かなり。どうさっきの硬いやっぱ。いやでもね、ずっと座ってるとやっぱりちゃんとほら、サポートしてくれるから、それなりに柔らかくも出てくる。うん。最近行ってねえな。もう行く？やってるからね。それでもいいぜ。ダメだ。先が伸びたくなっちゃう。いいよ。じゃあ今度俺が運転してやるよ。よろしく。うん。何崩れてんの？あ、切ってんのか。あっさり。あっさりだ。うん。え？すごいよな、ここもな。だってさ、これ航空写真見るとさ、ここだけ縮尺違うんだもん。いや、違うだろう。そうなんだよな。すごいよ、ここ。ほんと。でもさ、不便だよな、何がにつけて。そうなんだよね。別荘だよね、別荘。そうだよ。普通の会社員じゃちょっと無理でしょ。でも素朴な家もあるんだよね。そう。なぜか。そう。あれ？え？こんなとこ行ったっけ？ここ。ああ。そう。あれ？これ撮ってんの？お前。撮ってるよ。やばいです。やべえよ、これ。もう今日こう。おお。すごいね。いや、でも、小坪の人って本当すごいよな。食べて感心するよ。小坪漁港です。車を持てない家だから。ええ。ああ、本当だよ。確かに。車だったら駐車場借りてんのかな。いや、そりゃそうでしょ。そりゃそうだよ。車乗るのにお前ずっと歩かなきゃいけないってすごいじゃない。なあ、本当そうだよな。これ。よく歩いてくるよな。なあ。僕中学来てたよな。いや、本当だよ。なあ。だってここら辺住んでるやつだって来てるはずだろ。いや、来てる。いっぱいいたはずだよ。おい、よく上がってくんな。何ビビリな走り方してるんだ。いや、まあね。ダメじゃないですか。うん。すごいね、ここ。ああ、なんか気持ちいいな、天気から。ああ、今日本当暖かくていいよ。もうだって雨降ったり、そうなんだ。寒かったよな。めっちゃ寒かったじゃん。だって天気良かったけど寒かった、うん、でもね、歩いたら結構あったかかったよ。おお、ブロブロ。日差しが当たってるとちょっとあったかい、ね、そう。ああ、小坪。小坪ジャイ。小坪前。よく来たな、ここな。確かに。自転車とかでさ。ほら、持ってたよな、よくな、みんな。うん。なるほど。時買ったチーズアラレがうまいんだよ。なんか、ここら辺に駄菓子屋あったあった。うん、あったあった。そう、ここら辺にあったよな。あったよね。うん、あったあった。そうなんだよ。なんてか知らないけど、みんなよくふがし食ってたよ。ああ、ふがしね、定番ですからね、ふがしは。あ、なにここ、あ、あ、なにこんなとこない、クーマンできたんだ。あ、そうなんだ。へえ。なんかすごい。あ、
なんかすごい人気ありそうだな、あそこな。そう、やったつもりはダメですよ。なつもりはダメなんだな。おお。5000メートル左に曲がるから。おお。行ったことある？あるある。マジ？あれ？ここだよ。ここはないかな。あ、ない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 。ここはないな。あ、これないない。行き止まりって書いてある？トンネルがあるの？あ、でもこっち来たことあるわ。ある？うん、あるある。ここはね、ここは投げてますね。うん、ベタ投げだこれ。だからあの、シーエプールの裏側だよ。おー、はいはいはい。あ、これ見て、ここがシーエプール。あー、ほんとだ。ほら、おー、新しい、うん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 、新しいシーエプール見たことね。これこれこれ、あんま変わってないけどな。え、あんま変わってねえけどな。なんかこうパームツリーとかさ。うん、そうだね。でも前のが懐かしいよな。あー、なんか味わい深かったよな。じゃあ行くべ。でも基本的なプールの構造は変わってないんじゃん。いや、海洋がねえだろ。そうそうそう。おお、これ上がるのね。おお、これは初めてだ。やばい。まだ通ったことないだろ。ないない、初めてだよ。これ本当行かれるのかよ、お前。ほら、あった。え、ああ、本当だ。すごいな。これは Google に出てんの？あ、ダメじゃん。あ、ダメ。いけるいける。え？お前、どういうあれなのよ、これ。あ、本当だ。一応、おお。いけた、いけた。撮ってる撮ってる。これすごいよ、これ。これ。うわ。うわ。降りれんのかな？これ、お前。降りれる。マジ？マジなの？いいやつだよ。これ、この、すごいぞ、これ、いい、あれだな。あ、でも撮れる撮れる。いい絵が撮れたな、これな。いい絵撮れるだろう。撮れた撮れた。お前これよく探したね。すごいだろ。どっちこれ。あ、こっちか。それ下すんないよ。うわ、すげえ。やばっす。いや、すごい。降りれるのかな。うわ、やば。やば、これちょっと気をつけてよ、みんな。うわ。うわ、やばい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 。うわ。うわ。やば。やばい。お前どうなのよ。お前これやばいじゃん。すごいだろ。これやばくない？大丈夫大丈夫。まだ。まさのりデカドラムでよかったな。これデカドラムじゃなかった。やばかった。本当だよ。すごい。これ撮っててやるよ。いい絵が撮れたね。うん。怖すぎ。さあ、もう一回行きたい。もう一回行きたい。お前上がってみ、上がってみ。やだよ。お前、引っかかってみて。さあ、海岸行こう、海岸。しかもお前、上の住人からにらまれたじゃねえか。マジで？車来てる、こっち。こっち駅、こっち駅。うん。いやー、すげえとこだ。すげえだろ。お前、これどうやって探したのよ。え？いや、あのね、うん、なんかでね、やっぱ話してたら、なんかおつぼにはね、みんなが知らない飛んでることが見えてね。確かに。あれさ、でもさ、自転車通れるようにさ、わだち。バイク通っちゃダメだろうな。バイクがダメじゃない、あれ。ダメだろうな。バイクを通る想定ではないな。想定ではない。睨まれた？睨まれた。上から出てきたもん。マジで？笑うだろ。確かに。何が来たんだお前たち。あれだぞお前、多分バイクを通ったのって俺たち初めてじゃないの。いや、そうかもしれない。やばいやばい。普通通んねえよあんなとこ。昔通ったバイクの人だもん、呪われて。でも本当だよな。本当だよねみたいな。やべえよあれは。すごいとこだな今。腰とかぶつって。あと最後の坂やばかった。やばいやばい、あれやばいよ。あれ大丈夫かなと思って。
疲れたよ。それでお前 U ターン絶対できないじゃん。どうやるやん。カブだからこそなんだよね。そりゃそうでしょう。最悪降りて降りてきゃいいわけさ。そう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 。いやでも今のは変異だったな。すごいね、近場でこんな楽しいなんてさ、わずかね、何十分の間で10人出てこなかったら棒ワンタンでもよかったんだよな。なあ、ちょっとここら辺曲がるよ、あるですよ。骨だろ。あ、骨だ。あれ、まさるにちゃんと A 撮ってる。いや、撮ってない。なんだよ、今これから撮る。撮っときゃ、撮っときゃよかったな、今の。あ、ダメなの、これ出れないな。出れる出れる出れるわ。うん、お、すげえショートカットいいじゃん。はい、いい感じ、いい感じ、いい感じ。今、録画ができてるのかどうか全く分からない。あー、気持ちいいね、海が。あー、いいね。やっぱりね、口元だと分かんないんだよね。ほんとは、カブ君。お、スタンプも違いがなきゃ分かったけどな。そうなんだよね、分かんねえんだよな。うん、バイク多いね今日。多いだろ今日は。あよし、行けるこれ。はい、引っ掛けたよ。うん、あ、気持ちいいね。あ、気持ちいい。あ、面白かった。いや、確かに面白かった。おう、よく見つけんよ、ほんと。穴好き、穴好き。穴好きだから。古い穴。な、でもやばかったな、今のトンネル。でもちょっとジューンとしちゃったんだ。枯れた穴。あー、なんか海が気持ちいいね。なあ、気持ちいいな。いいな。あー、なんかこう、そうだ、撮っとけばいいのに。気持ちのいい曜日だからみんなバイクも、ね、そうなんだよね、出てるね。あ、いい感じだ俺。今日は結構あれだ、潮が引いてんだな、あれが見えてる。あ、当たってた。さっきのトンネル、この上だぜ、この下だぜ、どこだ、どこだ、あ、この上だ、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 上でしょ。下はないでしょ、下は。ただ、ただ、そうだ、ここだもんな、ここ上だもんな、うん、やばすぎ。ここ単純行かないぞ。はい、ここ行ったじゃん。この上。ああ、行った行った行った。ここも結構すごかったよな。ここすごかったよ。強力だったよな。でもいや、今日の方がすごいと思うよ。今日の方がすごい。今日の方がすごいな。でもさ、この前行ったところはさ、もう上にバイクが止まってるの見えたから、ああ、まあ、行けるなと思って。でも今日最後の最後の坂やばかったな。あれダメでしょ。これやべえな。あれ反対から行くとそんな感じだろうな。いや、上がんないじゃん、さすがに。いや、でも上がるんじゃん。上がる。上がる？マジで。そうだったら上がるわ。いや、上がるよ、上がるよ。マジかよ。でもちょっと怖いけどな。もうちょっと合ってる間違えて、ビヨーンって上に来ちゃった。あーみたいな。俺だから、あそこの、あの、トンネル階段なのは知ってたから、だから途中で最高にして階段で歩こうと思ってたのよ、今日。あー。ただ、あの、これ、チャリ押せる、なんか、デモコンとかあるな。あそこにあるってことは下もあるってことだからな、お前。お前ちょっと駐車場寄ってどんな店なのか見ていい？ああ、いいよ、見てみた。あれ、そこじゃないの？いや、だから、結果的にほら、いや、コンビニで買ってた。たぶんね、ああ、そうなの？どうでもいいんだ、別に。ああ、いいよ、どっちでもいいよ、俺も。ちょっと行ってみるか。たぶんね、バイクのすごいよ。まあ、確かにね。ここの駐車場、バイクはただだよね。ただ、もうただじゃない？そうだよね。うん。なあ、これめっちゃ食堂めっちゃ混んでるじゃない、これ。あるわ、ここなんで808なんだ。そう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 。これ食堂結構有名でさ。どうする？ここうわすげえな。おお。いいだろ？やめよ。多分混んでるよこれ。混んでる混んでる。うん。行かれる行かれる。うん。ここ崖崩れあったんだよね。うん。じゃあこの葉山も
な。ええ、混んでんね。ちょっとだな。ちょっと真ん中行ってほしいよな。うん、おー、ツーリング来てんね。だいたいおじさんなんだよね、みんなね。そりゃそうでしょ。髪長いからもっともっとおじさんなんだよね。そう、おじさんなんだ。どこ？あそこは混んでる。どこ？渚公園。渚公園、もっとデリーって。ああ、本当だ。いろんな店ができたな。そこに焼き肉屋あんじゃん。どこ？ああ、正面。牛タン？牛タン？牛タンの丼だよ、ここ。あ、丼ぶりなんだ。へえ。牛タン弁当。あ、ここはハンバーグ。牛タン弁当。あ、そうなの。へえ。なんかそんな話してんとすげえ腹減ってきちゃうな。結構やる気になってきたよ。ちょっと見てみる？ああ、まあ確かにな。葉山吉野家ないだろうな。うん、開いてる。バイク止めるようなことはない。超いい匂い。うん、やっぱなんか麦塩がたっぷりで、ネギ塩がたっぷりです。うん、うつ、ん、ぐらいにしてるから。あらかじめカットしてる。うまっ。めっちゃ甘い。うん、甘えたよ。うん、うん、うまそうじゃん。しかも牛タン厚切りだね。厚切りね。これ写真だけど、え、なんだこれ。すげえ美味しそう。これなんか味噌も美味い。牛骨スープ、うん、で、これシチュー。美味そう。うん、で、厚切りの牛タン。あ、いいね。うん、そんなこと考えてる場合じゃん。美味しそう。